ポーランド残りのミグ29十数機もウクライナに供与する可能性ポーランドは残りのミグ29戦闘機をウクライナに供与する可能性を示唆した実現すればウクライナ空軍のミグ29の保有数は2022年2月の戦争拡大前の水準まで回復するかもしれないウクライナ空軍は F16 戦闘機と ミラージュ2000戦闘機の到着も待っている。とはいえ、ウクライナ空軍が現在、最も緊急に必要としているものは、新たな戦闘機ではない。それは、中期中の原油機を守るための防空装備だ。防空装備が手薄なまま戦闘機を増やしても、一回も出撃する前に、地上で撃破される事態にもなりかねない。ポーランド空軍のミグ29は、 ウクライナのボロデミル・ゼレンスキー大統領とポーランドのドナルド・トゥスク首相が8日ワルシャワで2国間の安全保障協定に署名した際に話題に上ったトゥスクは記者会見でポーランド空軍がミグ29に代わる新たな戦闘機を取得できるまで北大西洋条約機構 NATO の同盟国がポーランド領空の紹介活動を支援してくれる場合に限り ミグ29をウクライナに譲渡しても良いとの考えを示したミグは現在警備任務を実施しているので今すぐ引き渡すことはできないと説明したしかしポーランド空軍の15機前後のミグ29戦闘機が領空警備任務を外れても大きな問題にはならないはずだ NATO は普段から米国や英国 フランス、ドイツといった大国の加盟国の戦闘機部隊をより小規模な加盟国の上空の照会に振り向けているエストニアラトビアリトアニアのバルト三国は戦闘機を保有すらしておらずこれまでずっと他の同盟国の戦闘機が上空の照会に当たってきたポーランドはいずれ残りのミグ29もウクライナに譲渡すると見ていいだろう ウクライナは持ちこたえられないペースで戦闘機を失っており必要性は明白だ先週にはおそらく3日連続で飛行場に飛来したロシア軍の偵察ドローンに駐機中の目標を発見された後、イスカンデル弾道ミサイルを撃ち込まれ貴重な戦闘機少なくとも3機を失っているうち1機はミグ29だった駐機中,中の戦闘機を守るためにも 追加の防空システムが喫緊に必要だウクライナ空軍にミグ29があと何機残っているのかは不明だ2年4か月余り前に戦争が拡大した時点では旧ソ連製の総発の超音速機であるこの戦闘機は現役の戦闘機全体の半分近くに当たる50機ほどあったのかもしれないだがミグ29部隊にとっても このの戦争は厳しいいものになっている。これまでの激戦でウクライナ空軍のミグ29は OSINT オープンソースインテリジェンスアナリストに確認されているだけでも28機が撃破されているこの間ポーランドとソロバキアはウクライナにミグ29を計27機供与しているが一部は飛行不可能でスペアパーツ用にしか役立たなかった。 ポーランドからミグ29が追加で十数機供与されればウクライナ空軍のミグ29は以前の数を上回りはしないものの同数程度に戻るかもしれない向こう1年かそこらの間に F16 とミラージュ2005が少しずつ届く間時間を稼げるとも期待される F16 の最初の数機はまもなく到着することになっている ただポーランドから新たなミグ29がウクライナに届いても飛び立つ前に潰されてしまう危険もあるロシア軍はウクライナの防空網の隙をついて偵察ドローンをウクライナの飛行場の上空に飛ばしてはイスカンデルを打ち込むことを繰り返しているだからこそ今は追加の戦闘機以上に追加の防空装備が必要なのだウクライナにとって幸運なことに 支援諸国もその切実な必要性を理解している米首都ワシントンで今週開かれている NATO 首脳会議でウクライナ向け防空装備は中心的な議題の一つになっているポーランドのウクライナ支援の強化という目的以外にあえて語弊を恐れずに言えばポーランド空軍の主力戦闘機が F35A に置き換えが進んでいることによる 在庫処分的な意味合いも考えられますウクライナにとっては稼働しない機体の部品交換としても助かると思いますただいくら戦闘機を供与しても機関砲の銃弾や AGM-88 をはじめ搭載するミサイル等の供与がないと現実的な効果は薄いのですがそのあたりはいかがなものかが不明ですちなみにヨーロッパにおいて 米製兵器に置き換えが進むポーランド軍ですが歴史ある陸上兵器の優であったドイツよりポーランド陸軍の方が装備が充実していますロシアのウクライナ侵攻はヨーロッパ諸国の状況を一変させたことは事実だと思いますウクライナ米大統領選前にロシア参加で平和サミット開催模索。ウクライナ政府は公正な和平合意を達成するため ロシアも出席する形で2回目となる平和サミットを11月の米大統領選挙前に開催したい意向だ事情に詳しい関係者が明かした計画は6月にスイスで開催された第1回サミットに続くものだ第1回には90カ国余りの代表者が参加したもののロシアは招待されておらずいくつかの国は下級代表団を派遣した またウクライナ政府は新興国を中心とするいわゆるグローバルサウスの主要国を取り込もうとしたが共同声明への署名を拒否する国もあり挫折したこうした国々や不参加だった中国はロシアも協議に参加すべきだと長く主張してきた中国はブラジルとともにロシアのウクライナ侵攻を終わらせるための独自の案を提示している米大統領選前に 会議を開催しようとする動きはトランプ前大統領が返り咲く可能性に直面しているウクライナの切迫感を物語っている共和党大統領候補の指名が確実視されているトランプ氏は当選した場合来年1月の就任までに戦争を終結させると豪語しウクライナへの軍事支援継続には反対の立場を示している ウクライナはロシアと交渉に入る前に公正な和平の基盤となる一連の重要原則について包括的な合意に達するための手段としてこのサミットを活用しようとしているスイスの第1回サミットでは核の安全食料安全保障拉致された子どもたちの返還に重点が置かれたロシア政府当局者との最初の接触は こうした問題を中心に進められる可能性があるウクライナの当局者は米大統領選挙前に第2回首脳会談を開催する計画があることを認めた複数の欧米同盟国の当局者はいかなる会合も明確な目的意識と期待管理の下で慎重に計画する必要があると述べたただ複数の米政府当局者は ロシアとウクライナ双方が参加する平和サミットが実現できるとは考えていないと匿名で語ったウクライナのゼレンスキー大統領は9日ワシントンのロナルドレーガン研究所で講演し米国に対し平和サミットをより強力で真に決定的なものとするため第2回の開催を支援するよう求めた ウクライナか NATO 滅させよ、ロシアのメドベージェフ前大統領安全保障会議副議長は11日ウクライナが北大西洋条約機構 NATO に加盟するくらいならロシアはウクライナか NATO を消滅させるべきだと威嚇した通信アプリテレグラムに記した投稿は米ワシントンで開催された NATO 首脳会議の共同宣言でウクライナの欧米への統合に向けた不可逆的な道を進むため加盟国が支援を続けると謳われたことに反発不可逆的な道がウクライナか NATO の消滅のどちらかによって終わるようロシアはあらゆることをしなければならないと主張したその場合ロシアも消滅させられる可能性はと聞くとどう答えるんだろう 第3次世界大戦は躊躇って何もしない自国への被害を嫌がって何もしないそれともロシアは必ず勝つさすがにロシア向けの攻撃は勝手にそれるとかまでは言わないと思うけど、異性をアピールし続けているからどう返すんだろう本来危険性が1%でもあればできない危険すぎる内容だ。プーチン氏すらロシア自体への脅威によると言っているし、 そそもそも建前は一部のネオナチ政権が NATO、アメリカが操り同胞を苦しめていると言っているのに妥当じゃなくて消滅させたら建前自体に意味がなくなってしまうすでに改修の見込みがないとはいえ費やした戦費で財務官僚は真っ青だ。